こんにちは、パティシエの小前です。本日はバニラアイスのレシピをご紹介します。本日のレシピは卵黄をたっぷり入れまして濃厚な仕上がりにしたバニラのアイスとなります。最後に余った卵白でトッピングになる焼きメレンゲの作り方もご紹介します。まず牛乳を鍋の中に入れます。そして火にかけます。牛乳も焦げやすいので弱火でやっていってください。で、卵黄の中に砂糖を入れます。でこれを混ぜます。白っぽくなるまで混ぜてください。卵黄の中に空気を入れることによって牛乳の熱が一気に入らないようにそのような工夫をしております。はい、牛乳が沸いてきましたので卵黄の中に注ぎ入れます。そして卵と牛乳がしっかり混ざるように混ぜます。混ざり終わりましたら鍋の中に液体を戻します。そしてもう一度炊いていきます。温度で言いましたら82度まで炊き上げます。卵が固まることが多いので卵が固まらないように混ぜていただくことがポイントになります。滑らかなクリーム状になってきました。これで今82度ぐらいですので炊き上がった状態です。卵の粒が塊が残っている可能性がありますので裏ごします。裏ごせましたので次にこれを氷水で冷やしていきます。冷やしている間に生クリームを立てます。その生クリームの中にバニラエッセンスを入れます。そして生クリームを並ぶ立てにします。泡立て器で生クリームを持ち上げたときに角がシュッと倒れていくような状態、このような状態を言います。では20度になりましたのでここに先ほど泡立てました生クリームを合わせていきます。一気に入れていただいて大丈夫です。そしてしっかり生クリームが混ざるように合わせてください。で完成です。これで冷凍庫に冷やしていきます。はい、アイスクリームが完成しました。このように固まっている状態です。
それではこれを使って盛り付けます。余った卵白を使って焼きメレンゲを作っていきます。先ほどの卵黄と卵白と分けた残りがこちらの卵白になってます。3個分です。それをボウルの中にすべて入れます。で、ここからハンドミキサーを使って、卵白を泡立てていきます。途中まで泡立った卵白の中にグラニュー糖を3回に分けて入れていきます。泡立ったメレンゲの中に粉糖をすべて入れます。そして混ぜます。さっくり混ぜ合わせてください。で、完成です。はい、続きまして先ほど出来上がったメレンゲを絞り袋に入れました。鉄板の上にメレンゲを絞っていきます。サイズは皆様のお好みでやってください。丸でもいいですし、ご自身の自由な形でやってください。例えばハートとかもできます。あるいは棒を絞ったりします。で、80度のオーブンで約2時間焼成します。